交通技官、工学博士、技術士。国土交通省北海道局長として、総合開発計画の策定、行政改革、北海道外発局談合事件への対応に当たるなどした。北海道小樽市出身。小樽塩陵高校時代は、山本牧夫らとグループサウンズのギターを弾いていた。北海道大学大学院工学研究科土木、工学専攻修了後、1976年、北海道開発庁入庁。1985年北海道開発局、帯広開発建設部治水課長。1988年、同局石狩川開発建設部計画課長。1993年同局、建設部河川計画課河川企画官など、河川行政を長年担当し、北海道開発局河川計画課長や、国土交通省北海道局水政課長を経て、2004年国土交通省、北海道開発局石狩川開発建設部長。2005年国土交通省、北海道開発局建設部長。2006年には、山本隆之、吉田義和に続き、3代連続となる、北海道開発庁出身の国土交通省、北海道局長に就任。地球環境時代を先導する新たな北海道総合開発計画に尽力。同年に発覚した北海道開発局談合事件では北海道開発局長に全容解明を指示するなどして対応に当たった。同年国土交通省大臣官房付。2009年大観、特定、非営利活動法人公共環境研究機構、特別研究員。2012年、石狩川の排水路とその効果に関する研究により、北海道大学博士の学位を取得。2013年札幌市中央区に株式会社流域管理研究所を設立し、同社代表取締役に就任。ありがとうございます。